24回三好さくら祭りオープニング演奏三好市消防音楽隊の皆様方でウィーンはウィーンお送りいただきました。春本番、花時を迎えました尾関山の桜、この美しい花に囲まれまして、ただいまからオープニングセレモニー行わせていただきたいと思います。それでは初めに第24回三好さくら祭り実行委員長宮田秋春から開会宣言でございます。ただいまより第24回三好さくら祭りの開催を宣言いたします。しまして、で、ああよかったらね、歌手になってあのお世話になった人にお返ししたいなと思って、そんなことできるかどうかの5000円じゃ無理やなとか思いながらも、まあ他に行くとこもないしね、もう行くだけ行ってみるんよということで、5年前に上京しまして、でおかげさまでいろいろ夢中でやっておりましたら偶然のような感じなんですけどもね、CD を作る、曲を作る機会ができまして、じゃあ、自分でどうせやったら自分で作ってみようと、自分で作れば、ね、売れなくても後悔しないから、ね、やるだけやるんよみたいなことで、もう半分やけくそでいったような感じですけども、後ほどまたちゃんと CD になった歌を歌わせていただきますけどもね、まずはそういうようなことで、今久しぶりに帰ってきました。今あの三好、私の大切な故郷です。尾関山も久しぶりに来らせていただきました。昔は誰かさんと来た記憶があります。霧の海を見ながらほにゃららほにゃららとつぶやきながらね、愛してるよとかね、純情で一言も言わなかったですけどね、手を握るのがやっとみたいな感じで、昔は順調でした。さあ、それではそういうことで今日は、あと20分ぐらいお付き合いください。よろしくお願いします。演奏
それでは次の曲はですね、今年のこちらの、桜祭り、のですね、テーマ曲といいますかね、これからどんどん、三好にも、私はあまり知らなかったんですが、三好というのも非常に、関東でも有名です。三次とかなんでしょとか言って、で上京して初めて三好すごいんだというのが分かりました。そういう中で金さい節、今日ずっと皆さん歌っていらっしゃいますが、音楽演奏もしていらっしゃいますが、島倉千代子さんがデビュー前に歌っていらっしゃいました、野村俊夫さんの作詞で、上原玄斗さんの曲で、ドドイツなんですが、これを、もうちょっとフォークっぽくアレンジできないかなと思って、ちょっと一生懸命作ってみました、よろしければ皆さんも一緒にね、歌っていただきたいと思います。金こういう感じでいきますからね。じゃあちょっと歌わせてください。よろしくお願いします。お関お山よ、桜の祭りよ、月も三好の花に咲くよ、とこしゃかりこ金彩金彩。どんどん
このお話をいただいてもう1ヶ月ぐらい毎日このことしか考えてなかったんですが、なかなかうまくできるのですみません。さあそれでは、それでは、あまりお時間がないようでございます。続きましてちょっとにぎやかな曲、私自分で作ったんです。純情な男が、一生懸命、大好きな人に恋を打ち明ける瞬間を曲にしました。そんな曲をじゃあちょっと、やらせていただきます。恋物語という曲なんですが、どうぞよろしくお願いします。風が降るな夜だ
きな歌をご披露いただいております三輪大輔さんですけれども、それではここで桜祭り実行委員長の宮田実行委員長から花束の贈呈でございます。それではお送りいただきましょう。下の顔と鼻がちょうどバランスが取れてると思うんですかね。いかがでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。花束までいただきまして、まだ歌うか。え、歌わせて。他に仕事がないんですから。昨日ですね、四季の遊覧ということで、郷の香で、郷の香が今度年中、遊覧ができるようになったということで、式典に、参加させていただきまして、一つまた三好の、故郷の勉強をさせていただきました。この度は、田舎へ帰った目的は流しの勉強と、音楽の勉強、そして、何よりもやはり地元の皆様を、顔を全ての方を覚えることはできませんが、三好って結局自分にとってどんだけ大切なところか、そういうことをいろんな思いを込めながら勉強しようと約半年帰らせていただくことにしました。これから、自分は、先ほどテレビの紹介をいただいたんですが、おかげさまでご縁ありまして、一人でずっと関東で旅してきたんですが、なかなかテレビ出るとかいうのは大変なことです。特に僕の場合はすぐ出る人出るんですが、私の場合はなかなか大変です。一人の力では本当何もできないものです。それが、教員のお力添えの中でやっとおかげさまで、ホームテレビ、デビューという番組で、おまけにレギュラーということで、出させていただくことになりました。これを機にですね、もっと私の頑張る姿を見ていただきたい、そしてこれからもっと頑張れよと強い応援をですね、いただきたいと思っております。そしてその上で、私が今度はまた皆さんに素敵な、お返しができるようにさらにまた頑張っていって、私もいつか、こちらの桜のようにですね、三好の、このお祭りの桜のように綺麗な花を応援してくださる皆さんと咲かせたいと思っております。どうぞ今後ともよろしく応援のほどお願い申し上げます。何？え？広島ホームテレビのデビューというデビュー最前線というですね、深夜の番組なんですが、はい、あと詳しいことは、楽屋でこそっと教えます。はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします。それでは最後の曲です。前半を歌いました。一番最初に歌いました生きて我が愛する人へ、私が上京して、曲を作るときに、やはりお世話になった方に、まず感謝の気持ちを込めて作ろうと思って、作りました。実はもう私には親がいません。兄弟も結構、先に旅行きました。もう私家族は皆さんと応援してくださる皆さん、そして家はもう三好自体が私にはもう家なんです。どうぞ皆さん長生きしてください。そしてまた僕が頑張る姿見てやってください。今日はこんな素敵なお祭りに呼んでいただきましてありがとうございます。感謝の気持ちを込めて今日は歌います。生きて我が愛する人へです。よろしくお願いします。I'm not sure.
どうもありがとうございました。